あの、とあるお店のトイレを借りて、明らかにここにシートクリーナーって書いてるのに、ティッシュにこの液体をシュッシュッとまぶして、あの、お尻拭いてしまいました。はい、そういうね、ちょっと悲しい朝を迎えたんですけども、今回はね、色鉛筆の猛者たちをツイッターで募集してみました。ちょっとね、これ、俺が悪いのか、俺が謝らなきゃいけないのかわからないんだけど、すっごいたくさん、猛者が来てしまいました。ちょっと予想以上に猛者が来てしまって、もしゃもしゃアボートして今日お送りさせていただきます。はい、まずこちらね、これはオリジナルでございます。僕がよく仲良くさせてもらってる、舞さんという方が描いたイラストなんですけども、前回ね、僕に送ってくれたイラスト、こちらなんですけど、今描いてるイラストがこれで、こっちの色鉛筆のイラストは何年か前に高校生だった時かな、確かその辺に描いてくれたイラストだそうです。見比べても分かる通り、もうあれから数年とんでもないことになってますね。この時から目の透明感凄まじいことになってたんだね。やばない？ピクチャー？アート？髪の毛の線細か、すごいね。あまり見てると、あの、今にも佐藤健に切られそうなイラストですね。すごい頑張って描いたっていうのが伝わってきたので採用します。一番絵を描くのが楽しい時期のような感じのイラスト。個人的にこのひよこすごい好きなんだけど、ごたまよしこっていう名前なの。これ今日の動画のド本命というか一番驚いた。このコーラあかんくない？立体的すぎて置いてないよね多分。これさ、本人さんのツイッター確か18万いいねぐらいされてたんだよね。あとこのグラスもね、これもイラストらしいんですよ。ウイスキーが似合いそうなね、いいグラスですね。あの、本人さんも立体のプロ目指してるらしくて、確かにモサ来てくれっては言ったけど、一流のプロを目指してるプロ志向の人が来るとはこれっぽっちも思わなかったから、ちょっと驚いてしまったよね。間違えた、またごたまよしこ出しちゃった。これサエカノのモシャですね。モシャニティブルー。いやこれもう、いや、うまいけどね、うまいけど。この人もモシャですね。すげえ。模写ってさ、結局なんかどういう効果があるんだろうね。その模写をやることによって。あれなのかな？やっぱこう、上手い人のイラストを観察して描くから、あ、上手い人はこういうところをこんな感じで描くんだとかってコツ掴んだりする人いるのかな？で、そのまま自分のオリジナルイラストとかに活かしていって、どんどん上達していくみたいな。そういう意味ではあれなのかな？観察して描いたりするのは結構大事だったりするのかな？でも僕初心者でもなんかやっぱいろんな絵描きさん見てて、やっぱ成長が早い人とかめちゃくちゃ上手い人って、要所要所のポイントとかめっちゃ観察したり頭使ったりして改善してるんだよね。あ、ちなみに私の描くイラストはこれです。うまっ娘大変失礼いたしました。まあ、模写ですが、私このコンビ好きなので採用しましょう。模写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 ごめんなさい、あの、模写そんなに採用できないです。なんでかっていうと、模写ってすでにあるポーズをもう一回こう書いてるから、みんなポーズが同じになっちゃうんですよね、キャラクターとかの。映画のポスターにあった模写を一枚採用しちゃったら、その人の一回採用しちゃえば、他から来たイラストってもう採用できないんですよ。前回模写イラストをたくさん採用していたのは、あの、テーマが模写だったからです。あの、別に普段から僕あの、模写は採用しないです、あんまり。これはなんかオリジナルっぽかったんで採用させていただきました。ちょっとそうさ。この手がね、描けないんだよね。なんだろう、指がこうグーで握られてて、な、その指の奥行きの線がすごい難しくて、僕のイラストいつもそうなんですよ。ほら、このサワラビナスオの手とかもさ、こんな感じになっちゃって、なんかみんなに笑われました。手がおかしいって。この子夜に道歩いてても絶対この蛍光色のジャケットのおかげで、あの、運転手から見てもありがたいよね。プーさん大好きな私から見てもわかる、このプーさんはオリジナルです。本人さん曰く黄色入れておけばなんとかなるらしいよと思って、次の人のイラストを見て確かにとか思ったけど、本当にそう見えてしまう画力を持ってるんだけじゃないの。クーピーで描いたらしいですよ。クーピー覚えてます？皆さん、めっちゃ懐かしい。保育園までだっけ、クーピー使ってたのって。小学生も使ってたっけが、クーピーをボキボキ折るのがすっごい楽しかったです。